ってことはエイジが敵の手に落ちているってことじゃねえか。あんたみたいなヘッポコなんちゃって負けとすと、私たちブラックロッジを一緒にするんじゃないわよ。こと魔術に関して私たちの方が一日の長があるってものよ。これでとどめ。今度は本体をぶつけるわよ。覚悟はいいかしら。粒子敗者クツグはコマルハウト星に住まう炎の神聖だ。その力を借りて作られたあの炎はおそらくプラズマ体。毎回次から次へと厄介で致命的な。右の言うな、クトゥグはコマルハウト、泣くわナフルタ軍、いやクトゥグは。しくじったか。クロ！
ぎゃー、やろうやろうやろう、一度ならず二度も私に屈辱を。そこまでだ、ティベリウス。帰還せよ。大同士様、ふざけないでよ。ここまでされてアンチクロスが黙って引き下がると。もう貴公の役目は済んだ。もう一度言う、帰還せよ。目の前の敵をきっかり殺さずに何がブラックロッジよ。このガキは私がこの手で。ティベリウス、余は貴公の力を高く評価している。このまま貴公の精神を侵略し、要求し、破壊せしめるのはあまりにも強い。分かった、もう一度だけ言うぞ、帰還せ。はい、もう申し訳ございませんでした。お許しを、お許しを。覚えてなさい、大臣シクロ。今度会ったらあんたに生き地獄を味わわせてやるわ。いっそ殺せとお願いしたくなるくらいにね。よろしいのですか、グランドマスター。何がだ、アウグストス。今の戦いで回収したアル・アジフの断片が敵の手に落ちました。波動・瑠璃も健在です。これではいたずらに連中を刺激しただけかと。それでよい。そもそもアルアジフは完全でなければ意味がない。ならば断片が世の元にあるのも大十字クロウの手にあるのも最終的には同じことだ。それに波動財閥の件は、あれは言うなれば遊びだ。そうめぐじらも立てるな、アウグストス。はあ、わかりました。何を考えているグランドマスター。これではまるで敵をわざわざ強くしているようなものではないか。
にしろ、クロ。まずいな、血を流しすぎている。ウィンフィールド、医療班を。かしこまりました。アルアジフ、何をやってるの。どんどん血が溢れてるではありませんか。うつけ、これが魔術保護の限界なのだ。輸血の準備を、早く。バカ野郎、クロー、しっかりしろ。クロー、クロー、お兄ちゃん、頑張って、クローちゃん。第十次クロー君、君は魔術師となるのだ。私、この教会を任されておりますライカと申します。よろしくお願いしますね。
本日未明、第26バンクで暴れた魔術結社ブラックロッジの破壊ロボによる被害は、そうだよ、敵はあのデウスマキナはどうなった？何？本当に何があったんだ？どういうつもりかは知らんがな、ずっとナレの看病をしていたぞ。アル、いたのか。ずっとな。とりあえずは落ち着け。敵ならなんとか撃退したぞ。倒すには至らなかったかな。そうか。どれくらい寝てた、俺。丸二日といったところか。寝てたとは、悠長な聞き方だな。一時期は本当に危険だったのだぞ。なこと言われてもな。大寿司さん、気づいたのですか？体は大丈夫ですか？ちょい待った、まだ頭がフラフラしてるんだって。申し訳ございません。大寿司さん。え、あ、はい。今回はありがとうございました。あなたに助けていただかなければ今頃私は。あ、いや、まあ、うん、あ、そうだ、デモンベインは敵のデウスマギナと戦ってからの記憶がないんだけど。装甲の一部が腐食したのと魔術回路に多少の狂いが生じた以外では大きな被害はありません。そうか、すまねえ、また壊しちまったようで。いえ、構いません。私、あれから
からいろいろと考えました。大樹寺さん、デモンベインはまだしばらくあなたに預けておきたいと。え？大樹寺さんの戦いを初めて全部見て思いました。あなたのような人こそおじい様は求めていたのかもしれない。小さなだけど確かにある正義を信じて魔を断つ剣を振るう者、それがあなたなのかもしれない。大樹寺さん、これからもデモンベインのことをよろしくお願いいたします。わかったよ、姫さん。不肖大樹寺九郎、尽力させてもらいます。うん、最初からそういう謙虚な態度でいればよかったのだ。目先しか見えない人間の小娘が。あなたは本気で不愉快な女ですわね。あらあらあら、クロウちゃん、お目覚めですか？おお、クロウ復活！やったー！おお、ライカさんとクソガキどもってガド！こら！怪我人に突進すんじゃねえ！いて、いや真剣にいて、傷口に触るな、バカモンか！あら、あら！あの…クロお兄ちゃん、大丈夫？大丈夫なわけあるか！あ！私が認めたのは大樹寺さんだけです。あなたはおまけというか、むしろ寄生虫に等しい代物だということは。クロウがあれほどまでに戦えるのはわらわとの相性があってのことだ。戦場を知らぬ者が何を生意気な。あらあらあら、にぎやかですね。皆様、ここが病院であることをお忘れなく。Whoa.
Oh!